この動画は、自分が楽しむことが第一。自称、豆腐メンタルがお送りします。こんにちは。ノストラダムスです。嘘です。自称、豆腐メンタルの、ともっちゃです。イエビル村でキャベツに持ち帰る木材を調達しています。植林場で作業しているうちに、イエビル村の発展は完了。これ以上の発展は見込めないので、これからはリフォームを中心に進めていくことになります。まだ、手をつけませんけどね。今回は木材をキャベツの家具工場に持って帰ります。実は家具工場が欠陥だらけでして、素材の配分が悪いために材料がそこら中に溢れてしまい、現在一時休業中です。パイプを作るための砂が足りないし、石レンガの消費もやってしまいたいので、先に佐原村まで線路を引いてしまいます。今回はフィラーを使って建設を進めてみます。すごく便利、すごく楽ちん。フィラーで石レンガを並べている間に佐原村に立ち寄ります。石材の売却をして、整地のついでに砂の採取をしていきます。佐原村は油田が多いので、石油パイプラインでも作ってみようかな、とか考えています。とりあえず、仮設の貯蔵施設にでも石油を集めておかないと、佐原村の開拓もできないので、ポンプやパイプの準備が必要。まだ先の話になりそうです。さて、土台ができたので、線路おなじみのトラックビルダーで敷設。ついでにフェンスを設置していきます。そんなこんなで、サクッと線路が完成。駅の建設は、佐原村の発展が進んでからにします。今回はこれで一度、キャベツに戻って、キャベツの建設を進めます。イエビル村の発展も完了したので、港の建設に取り掛かりたいのですが、砂の確保が必要なので、しばらくは佐原村の開拓を優先していきます。今回のキャベツ建築コーナーは、醸造所と豆腐工場になります。あ、メイドさんの力を借りて、キャベツの湧き潰しをしました。これ以上穴だらけにされてはたまりませんからね。まず、鉄道車両工場と建材工場の間に、醸造所を建設します。醸造所を作るのは、ゾンビから村人にするのに必要なポーションを作るためです。まだ、ゾンビを村人に変えるというのをやったことがないので、試してみようと思いましてね。というわけで、完成です。
豆腐工場は、豆腐クリーパーの遺産がある場所にでも、ここでは村人の豆腐職人との取引に必要な、豆腐関連アイテムの製造をしていきます。石材と豆腐を建材にして建てていきます。豆腐職人との取引に使う、豆腐関連のアイテムを作ることが目的ですが、まだ茶別には豆腐職人がいません。なので、製造ラインは作らず、建物だけを先に完成させてしまいます。というわけで、完成です。意味もなく駐車場も作りました。一応、馬をつなぎ止められるように、フェンスを設置しています。工場からの直売ができるように、店舗を併設しました。入り口は、豆腐が足りなくて玄関が作れませんでした。後で増築しておきましょう。着替えたり手を洗ったりしてから、中に入ります。食品工場は清潔と安全が大切ですからね。製造ラインを予定しているスペースです。一応、クリーンルームということになっています。豆腐職人の取引要求に合わせて、準備していきます。こちらは、店舗スペース。工場が稼働したら、メイドさんを配置しておきましょう。あ、ドアを置くのを忘れてる。これも後で修正しておきます。ここは事務スペース。社長と秘書と会計士が常駐している設定。最後に搬入口。トラックと書きませんけど、ロバをつなぎ止められるように、フェンスを設置しています。こんな感じで、豆腐工場と、醸造所が完成しました。順調に建物が増えてきました。そろそろ、村人の住居の建設も進めていきたいところです。それでは、今回はここまで。また次回、お会いしましょう。チャオチャオ。